はい、皆さんこんにちは。スーパーネコパンチです。本日やっていくのはこちら。以前ね、5月の気になる周辺機器で紹介したんですけれども、 USB と 3.5mm の、モデルがある、かなり以前から人気のヘッドセットです。そして両方ともゲットしました。さすが俺。はい、そしてね、今回紹介する商品の名前はPC5.2 チャットと PC8.2USB ですね。 USB の方がちょっと高いです。本当にね、このジャンルあんまりね触れてないので少し楽しみですね。で、今回はこの PC8.2 の方をメインに開封していきたいと思います。まあ見た目ね、箱はまあ Amazon Basic のヘッドセットにちょっと似てるんだけど、シンプルですね。多分業務用なんですかね。それでは御開帳。はい、この中身まですごいシンプル。なんかあれだね、開封する喜びとかそんなのじゃなくて、どっちかというともうとっとと IT の、担当の人がね、何百個とか開封しちゃうんですかね。コールセンターとかで使ってそう。はい、いつものお手紙ですね、課長からですね。そしてこれは部長からかな。で、最後に、本社の社長からですね。はい、まあ基本的に 3.5mm の方も PC5.2 の方も同じですね。中身は全く同じです。パッケージがなんか固めのね包装に入ってるんですけども、 8.2 開けていこう。はい、ペリペリの王さんにね興奮してますね。ペリペリのディズニーランドっすね。はい、それじゃあ行ってみましょう。せーの。はい、あまりのね、気持ちよさに精神をね持ってかれるところでした。このねペリペリの残りカスをペチャペチャとしてちょっと心を落ち着かせていきます。もう一回ぽい。はい、なんで2回やったんやろ。はい、ということで次はですね、このインラインコントロールの方なんですけども、これは残念ながらペリペリじゃないですね。少し減点です。で、本体を見ていくとすごいシンプルですね。で、スポンジで、イヤーパッドはできてます。なんか触り心地は、まあ、僕が以前レビューした22円のやつよりはいいけど、やっぱスポンジですね。なんかテカテカキラキラしてます。はい。まあ、触り心地は硬めなのかな？一般のスポンジよりしっかりしてる感じがしました。でね、これね、左側、こっち右が左側なんだけど、何言ってんのかわかんないよね。こう、90度に曲がるようになってますね。はい。で、こちらのサイドはテカテカしてます。まあ、フィニッシュは結構綺麗ですね。上質な感じがします。はい、こう見ていきますけど、こっちはスムーズな面で、全部プラスチックなんですけども、やっぱりね高級感は多少ありますね。うん、ゼンハイザー。そしてこっちはテカテカしてるって感じでね、速圧なんですけども、まあまあですかね。まあ弱めかな。そもそもこれ自体あんまり重くないんで、イヤーパッド部分そんなにでかくないんで、そんなに速圧感じるものでもないとは思います。全体的なビルドはまあまあかな。うん、安っちい感じはしないですね。軽い割にはなかなかしっかりしてるような気がしました。で、インラインコントロールの方は、プラス、マイナス、ミュートですね。はい。で、USB はこうなってます。で、ロゴがついてます。ピカ、キラキラ、キラ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 。はい、飽きた。でね、ケーブルの長さちょっと測っていこうか。根元からインライン、このコントロールまでね。おおよそ60センチぐらいですね。はい、60センチ。で、インラインミュートまで、60センチ。そこからまた1メートルケーブルの長さがある感じです。ヘッド部分のこのパッティングなんですけども、なぜかね、左側は全部ね、ゴム質のなんかカバーみたいなやつで、覆われてるんですね。こっからずっとゴム質、ゴム質、ゴム質、ゴム質。で、こっからクッションが入って、ちょっとふかふかしてて、まあ、ふかふかっていうほどもないけど、ふっくらしてて、そこからまたね、ずっとゴム質なんですけども、これね、面白いのがね、右側なのかな？こっちはね、詰まってるけど、左は詰まってないんだよね。だから、これ多分重量調整してるんですかね。右と左で同じぐらいの重さになるように、右側は、ちょっと余分になんかパディング入れてるのかどうか、わからないですけども。うん、そんな気がしました。はい、それでは付け心地チェック。まあ、なんだろうな、軽いね。で、付け心地は、まあ、いいとも言えないな。まあ、軽いって感じかな。やっぱスポンジなんで、すごくいいっていう付け心地じゃないですね。あと、オンザイヤーなんでね、ちょっとね、独特ですね。これは慣れが必要かもしれません。あとね、イヤーパッド部分スポンジなんで、ちょっとね、痒くなるかとかもね、ちょっと試していきたいよね。まあ、長時間使わないとなんとも言えないかな。はい。
ちょっとね気になったのがこの90度に曲がるんだけどさ、これなんか普通だったらイヤーパッド部分を下に向けるんじゃないのかなと思ったんだけど、業務用だったらこういう使い方あるんですかね。なんか首にかけてさ、あの外部音も聞きながらそのスピーカーフォンみたいな感じで使うんですかね。ちょっとここら辺ね、こういう電話っていうかこの通話をずっとする仕事についてる方、もしわかる方いたら教えてください。はい、ちょっとね重さを測っていきます。ちょっと箱を使ってね、土台にしていきます。さあ何グラムかな。101グラム、めちゃくちゃ軽いっすね。100グラムはやばいよね。ちょっとイメージ湧かないかもしれないけど、だいたいデスアラーと同じぐらいの重さかな。もしくは卵2個分がだいたい100グラムらしいですね。はい、全くイメージ湧かないですね。はい、とにかく軽いってことでいいと思います。だいたい一般的なヘッドセットが280、300とかそこら辺なんで、まあ重いものだとね、400とかもあるんでね、かなり軽い部類だと思ってください。はい。でやっぱりね、俺が一番気になるのはこのスポンジが軽いかどうかだね。はい、22円のヘッドセットで痛い目を見たので、ちょっとね使って、感想も後で伝えていきたいと思います。今ですね、こちら EPOS さんの PC8 社に USB ゼンハイザー、こちらの USB PC8.2 を使って録音しています。でこちらですね、公式サイトね、なかなかこのページにたどり着けないんですけども、 PC8.2 の公式サイトになってますね。今9000円で売ってるみたいですね、公式だと。 Amazon レビューで見たんだけど、 USB3.0 だと、機能しないって言ってたんだけど、そんなことなかったですね。無事認識されていますし、音も出ています。マイクブームの部分はほぼ調整できないので、もう距離はね一定って感じですね。口元からだいたい指3本から2本半ぐらいですね。ここ一応ゲーミングのカテゴリーに入ってんだよね。そこがちょっと面白いんですけども、インピーダンスは32オームなんだ。周波数は20から2万ヘルツ。イヤーパッド替えは売ってるみたいですね。あれちょっと見てみようかな。これ外せるみたいですね。あ、外せた外せた。お、つまめば外せますね。よいしょ。はい、取れた取れた。これが売ってるんだね。あ、きちんとなんかでもスポンジのシェイプがすげえ凝ってるでドライバーはこんな感じですね。はいはいはい、これ何ミリドライバーでしょうか。このハウジングのサイズそのままだったら35ミリぐらいですかね。40ミリはないな。35ミリぐらいですかね。まあちっちゃめですね。まあ、僕の22円のね、ヘッドセットにちょっと近い雰囲気がしますけども、全然高級感は違いますね。はいはい、それではね、改めて最後にね、ちょっとここだけ読んでいきたいと思います。 PC8 社に USB ステレオヘッドセットはインラインサウンドカードとボリュームミュートコントロールを持っていて、なおかつ、非常に最高な、サウンドを、提供している。同時にノイズキャンセリングマイクがクリアなコンバーセーション、クリアな会話と、180度の回転をもたらすと。はい、どういう風に聞こえてましたでしょうか。はい、今ですね、お、めっちゃ音いいやんやば、めちゃくちゃピックアップいいっすね。これ普段より全然下げてますね、インプット。今ですね、こちら EPOS ゼンハイザーさんの PC5.2 チャットゼンハイザーを使っております。これはね、あの6400円みたいだね。今ね聞いてるんだけど、結構音いいような気がしますね。今あの AG06 に直接挿してるんですね。サイドトーンがかなり綺麗です。ちなみに PS4、Xbox One、Switch、モバイルフォン、PC、ソフトフォンってなんだろうね、ここら辺に対応してるようですね。 PC5.2 チャットステレオヘッドセットは、ハイクオリティなオーディオ、そして調整可能なノイズキャンセリングマイクがクリアな会話を可能にしているということですね。こっちはやっぱりちょっと安いね、6400円。でもこっちの方が多分使いやすいかもしれないね。いやー面白いな。なんかこれって何なんだろうね、業務用なんですかね。やっぱりすごいマイクの音いいような気がするな。あ、今ですね PC8.2 の方を USB のね 3.0 の延長コードみたいなのに挿してるんだけど、最初1回目挿した時ね、ヘッド本の方が、認識されなかったんですけど、もう1回挿し直したら認識されましたね。でも問題なく使えてますね。直挿しも延長コードも使えてます。で今ねマイクの方どういう風に聞こえてますでしょうか。意外とこれ使えるんじゃないですかね。音もまあまあ広がりありますね。あれこれいけんじゃねえのっていう。で、ちなみにこのボリュームコントロールの方は使えないみたいですね。今ミュートボタンを押してみます。ミュートボタンを押しました。はい。聞こえてますよね、どうせ多分。で、もう一回押しても多分聞こえてると思います。どういう風に聞こえてますでしょうか。
はい、今度は PC5.2 チャットの方を PS4 のコントローラーに直接挿して、使っています。どういう風に聞こえてますでしょうか。ちょっとね、入力が、強めっていうかピックアップがいいので、かなり入力は下げましたね。おそらくちょっとね、クリッピングしやすいのかもしれません。ぜひ皆さんの感想も教えてください。はい。はい、それじゃあね、ちょっと、音声の話をする前に、今回もこちらの、イヤホンマイクを使って、実際俺が聞いてる音をね、できるだけ再現して皆さんにお聞かせしていきたいと思います。こっちが USB、こっちが 3.5 ミリだね。全部ね、スマホから、流していこうと思います。よいしょ。はい、ちょっとね、マイク音声だと変な感じになるけどね。OK、じゃあね、こっちの USB のやつは、このアダプターを使ってですね、タイプ C だからね、最近のスマホって大体。ここに挿して、反応しないですね。仕方ないんでちょっとね、USB の方は PC から取るか。で、3.5 ミリは、僕ね、今録音してるオーディオインターフェース以外にもう一個設定してないんで、3.5 ミリに関してはこっちから、スマホから流していきたいと思います。ちょ、比較テストとしてはちょっと薄いかもしれないんですけど、一応ね、どういった音が鳴るか、お聞かせしていきたいと思います。はい、それじゃあね、鳴らしていこうと思います。はい、まとめていくとね、基本的に両方ともマイクは結構いいと思いますね。特に PC だとね、3.5 ミリを AG06 に挿した時のマイク音がすごく良かったですね。これ配信で使えるぐらいのレベルだと思います。で、ボイスチャットもね、問題ないし、ノイズも全く乗ってませんでしたね。これかなり優秀でしたね。で、USB の方も全然問題ないですね。まあ、ただ比較すると 3.5 ミリの方がちょっとだけ音質いいかなっていう気がしました。まあでもこれね、AG06 がいいっていうのもあるんだけど。うん、でもね、結構良かったですね。でも、PS4 になると、なぜか 3.5 ミリの方がちょっと雑音じゃないけど、なんか爆音になるというか、クリッピングしてる感じがありましたね。ちょっとだけね。まあ全然音はいいんですけども、ちょっとね、入力を下げても、ちょっとクリッピング気味な、ちょっとゲインオーバーみたいなね、感じの音質でしたね。でもね、普通よりはいいと思います。USB に関してはかなり優秀ですね。PS4 での USB が、PC での 3.5 ミリにすごい近い音質でしたね。だからまあ両方ともね、PS4 で使えると思います。で、音質に関してなんですけども、ぜひ皆さんね、聞いた感想も教えていただきたいんですが、僕はね、3.5 ミリの方がちょっとクリアかなって思いました。で、USB も悪くないんだけど、ちょっと低音、ちょっとだけ、強めに出てるかなっていう気がしましたね。まあそれでもね、基本的に低音も、あんまり出てない感じで、どっちかというと多分ね、音声を、人の音声を聞き取りやすいように音質調整してるのかなと。まあドライバーが小さいのもあると思うんですけどね、そこら辺はやっぱりなんかボイチャーに特化した、ヘッドセットなのかなと思いました。はい、
で、ゲームもね、デスティンやってみたんだよね、ちょっと。うん、全然問題ないね。フラット寄りの音質で、まあもちろん小さなドライバーでドライブしてる感じはするんだけど、まあそこまでなんか安っちいって感じもしないし、バランスいいですね。音質はいい方だと思います。まあでもね、足音特化とかはしてないと思うんだけど、まあでもね、まあもしニーズがあるなら、ぜひ高評価入れていただければ、まあ、1000円ぐらいいったらね、足音テストっていうか、まあ、FPS ね、バトロワとかやってみてもいいんだけど、まあ、ニーズはないかなと思うんだけどね。まあでもね、問題なく、例えば仕事でこれ使って、その後ゲームでね、そのまま使っても全然ね、問題ない音質でしたね。はい。付け心地に関してはちょっと癖があって、俺はね、これね、このキラキラしてるスポンジがね、俺ちょっと苦手だったかな。なんかね、これちょっとつけてるとやっぱ痒くなるんですよね、僕。これはね、仕方ないのかな。まあ、22円のヘッドセットね、どこ行った？以前大反響だったこの22円のヘッドセットの、このスポンジよりはマシなんだけど、ここまで痒くはならないんだけど、それでも結構こいつは痒くなったかな。なんかね、俺スポンジ合わないんですかね。まあ、できれば、1000円高くて、合皮のやつにしてほしかったかな。こういうのって合皮のやつももう出てるじゃん。あえてスポンジにする必要はあったのかっていうね。まあ、これのスポンジの替えのやつが1000円ということで、すごいメンテナンスは安いんだろうけど、快適かって言われたら、できれば本当に合皮のやつにしてもらって、ちょっと高くしてもいいかなっていう気はしましたね。スポンジ俺はダメだったな。だから、ほんとね、このヘッドセットを、用途に応じて購入するならかなりおすすめなんですけども、本当にこのイヤーパッドの部分がスポンジってだけ。そこだけが僕はちょっとね、無理でしたね。すごい残念。他は全部結構良かったの。期待してた以上だったのに、ここだけがね、ちょっと残念ですね。で、USB に関してなんですけども、ミュートしたらね、きちんとね、赤くなるんだよね、見てて。ほら。わかりやすいんだよね、すごい。だからすごい優秀なんですよね。これで、だって9000円だっけ。ちょっとウェブサイト見ていきますか。あ、8.2 も売り切れてるじゃん、これ。在庫切れ入荷時期は未定です。5.2 はどうなの？5.2 は売り切れてないのか。5.2 も 3.2 も同じ値段で、で、5.2 が4極で、3.2 が要は PC のやつだね。両方に分かれてるやつ。両方とも同じ値段ですね。僕いろいろ調べたんですけれども、一つ気づいたものがあって、このね、PC8.2 にすごい似たモデルがあってね。それがね、この SC165USB ってやつなんだけど、俺はこれが欲しいな。なんでかっていうと、このイヤーパッドだよね。見てこれ。もう見た目全部ほぼ同じなんですけど、このイヤーパッドがね、合皮なんですよ。もうこれだけで多分全然違うし、しかもこのモデルすごい優秀で、4極にもできるし、USB カードを使って USB で接続することもできるってすごい優秀なんですよね。これが欲しいんだけど、これ高っけんだよなぁ。これ16,985円はちょっと高いっすね。アメリカだと100ドル以下で売ってたような気がするんだよね。ちょっと高すぎますね。まあかなり人気のようなんですけども、このね、SC165USB が欲しかったな。でもさ、反対に考えると、これがさ、16,000円ぐらいで、まあ売れてるっていうことだと思うんだけど、その同じモデルがね、イヤーパッドがね、このスポンジに変わっただけで9,000円っていうのはかなりね、お買い得だと思います。まあだからもう在庫切れしちゃったんだと思うんだけど。もう見た目全部ほぼ同じだもんね。まあ唯一このドングルのところ、この USB のね、カードのところが抜き差しできないで、電話ボタンがなくなってんのかな。そこら辺が違うんでしょうかね。でもね、せっかく買ったしさ、これ使いたいんだよね。で、いろいろ考えたんですけども、これ、イヤーパッドカバーみたいなのないのかなと。探したらね、耳マモっていうのがあって、これ買ってみようかなとちょっと思ってますね。2000円ぐらいで、こういう風に、イヤーパッドのカバーみたいな感じ。まあなんとかこれつけられないかなと思ってます。そしたらさ、もう化けるじゃん。まあでもこれ買ったらさ、これ買ったで、9000円もしくはこの6400円のヘッドセットに2000円かけて、快適にする価値があるのかって言ったら、まあ、だったらこっちのね、GSP の302とか買った方が幸せになれるんじゃないのかって思うんだけどね。迷うとこですよね。で、こいつのいいところ、この PC シリーズのいいところっていうのはやっぱり、このオンザイヤーだから、周りの音も聞こえるんですよ。そんなにね、なんか遮断されるっていうのもないし、で、軽いから一日中つけても全然問題ないよね。100g って本当に、まあゲーミングヘッドセットはありえないような、軽さなんで、まあそこら辺が強みですよね。あとマイクもやっぱりすごいクリアだし、だからさ、もったいないよね、ちょっと。スポンジじゃなかったらなって思っちゃうよね。だからワンチャンこれでトライしてみようかなとか思ってます。
で、ちょっとね気になったんですけれども、じゃあ日本でねこの Amazon でその一番売れてる PC 用のねヘッドセットって何なんだろうってね調べたらこうなりました。はい、売れ筋ランキング、いやまさかのさ、このなんかこの青くて LED めちゃくちゃ光ってるのが1位でどういうことやねんってね思ったんだけど、これ多分ゲーミングで買ってんすよね。だからここら辺は仕事で使うっていうのはないと思うし、俺もこれはちょっとさすがに違うかなって思うんで、だからここら辺なんですかねって思ったら、今度はなんかすっげえトリッキーなやつだしさ、で評価もあんま良くないから、まあ見ていくとこいつが1位になるのかな、俺の中でね。在宅勤務でおすすめできるのこいつになるのかなって。なんか見た目ちょっとあんまりかっこよくはないんだけど、まあまあまあ機能が揃ってるんですかね。ボリューム、マイクミュートもあるし、まあ、3.5 ミリのシンプルなやつなんでしょうけど、見た目は青い部分が気になりますけれども、まあそんなにね、着け心地も悪くなさそうですよね。まあ安いってのもあるんだろうね、2580円。まあでもね、長く使うにはね、もうちょっといいのが欲しいなってなりますよね。で、エレコムのやつもちょっと評価低いし、っていくじゃないですか。もうここら辺多分安いから売れてるんですよね。で、行くと、まだまだ2000円台が売れて、ゼンハイザーの PC ヘッドセット来るんですよ。こいつがね、PC3 だね。やっぱりね、満足度高いっすね、4.1。で、こいつもスポンジなんだけど、結構人気なんだよね。こっからどんどん行くと、エレコム。またエレコムになるとなんで評価低いのかわかんないんだけど。謎ですね。で、ロジクールのこいつがすごいね、評価高いですね。ロジクールのやつも、3500円。見た目なんか、すごいシンプルだけどね。意外と軽くていいのかな。こいつがね、一番ちょっと気になったかなって思うね。あんまりクリアな写真じゃないけど、見た目なんか良さそうじゃん。なんか、日本のアマゾンランキング見ると混乱しますね。どれがいいのか全くわからない。これヘッドセットちゃうやんっていうね。これカテゴリーめちゃくちゃっすね。本当に。どういう風にカテゴリー決めしてんのこれ。で、俺混乱したらね、こういう時って大体ね、どこに行くかっていうと、アメリカのね、アマゾン行くんですよ。アメリカのアマゾンのカテゴリーはまだまだちょっとね、なんか整理されているというか、ちょっとまともな結果出てくるんだよね。たくさんの人がね、仕分けとかしてんのかわかんないけど、で、レビューもね、やっぱり圧倒的に人数が多いんで、ちょっと正確性が上がるんですよ、僕の経験上。なんで、ちょっとアメリカのアマゾンのベストセラー見てみました。するとですね、なんと、僕が求めてたね、見た目のものがたくさん出てきましたね。まず1位がやっぱりこれ12ドルってやばいよね。これ多分安くてこれ売れてるやつですね。まあでもね、これも合皮っぽいやつだよね。スポンジではないよね。スポンジはトップにはないんだよね。で、その次に来るのがロジテックなんですよ。これ、さっき見たやつ。これがめちゃくちゃ売れてるんですよ。9230レーティングで、星 4.3 だからやばいよね。俺これちょっと気になってんすよ、だから。さっきの結構日本ではそんな評価高くなかったやつなんだけど。ほら、イヤーパッドもね、スポンジ部分は中だけだし、で、同じオンザイヤーのね、スタイルのやつでね、上にもこう、パッディングもされてるらしくて、綺麗にね、包み込まれてて、で、マイクオンもいいらしいんで、ちょっとこいつが気になってますね。H390 ってやつ。で、次に来るのはここエンパウってなんか、そこまで聞いたことない、ブランドで、まあ中華っぽい感じがするんですけども、中国製品ってね、意外としっかりしてるんだよね。デザインはさすがに中華のやつはね、中華っぽいんだよね。でもね、意外と機能とか良かったりするんですよね。で、エンパウさんのものが結構ね、ここら辺、圧倒的に評価を得ていて、売れてるんですね。で、これとかさ、これとかも絶対いいじゃん、こんなの。見た目もそうだけど、作りがどっかのなんか、メーカーのやつとも似てるし、これで35ドルってやばくないですか。で、どんどん行くと、ゼンハイザーの PC7 がここで出てきますね。で、評価めちゃくちゃ高いんですよね、これも。やっぱ人気なんだね。こいつ俺使ったことあるんだけど、めちゃくちゃおすすめ。すげえ高いよ。これ全部100ドル以下のものが主なのに、30ドルとか10ドルとかもこれ安くて売れてるものが多いのに、この中でね、唯一229ドルがね、ここで19で出てくるんですよね。これは、まあ、在宅ワーカーでも、ヘッドセット常につけてる人とか、かなりおすすめします。これはね、ワイヤレスで、ノイズキャンセリング、アクティブノイズキャンセリングも入ってて、マイク音質も結構いいし、付け心地もかなり軽いね、ヘッドセット。で、このね、ドッキングステーションまでついてて、電話でもつなげれるし、PC でもつなげれるって、すっごい便利なんだよ。これはおすすめします。日本でも売ってるけど、もうちょっと高いかな。これなんですけどね。28000円か。まあまあ、でも、思ってたほどぼったくってはないんだね。高いけど、これはほんとおすすめします。あれ、これ日本の売れてるやつと似てるな。同じやつじゃないこれ。日本で売ってたやつって、ここがなんか青かったよね。こっちの方がちょっとかっこいいな。で、ここで出てきますね。ゼンハイザーの PC8USB 出てきます。はい。
うん、これやっぱ人気なんだよね。で、とうとうゲーミングヘッドセットとかも出てくるんですけどね。で、まあ見てもわかる通り、トップはほぼ合皮なんですよね。だからね、ちょっと合皮がいいなっていうか、こいつが一番気になるな。まあロジテックイコール日本のロジクールなんだけど、この H390 ってやつが気になりますね。あとこれだね。これもなんか、あっち側のアメリカの方でも評価高かったね。これ、なんでここが青くなってるのかわかんないけど。これとこれ気になってですね。はい。激軽、ヘッドセットシリーズ。またね、機会があったら攻めていこうかなとか思ってますけど。どっちかというと在宅ワークとかね、ボイスチャットのために使うやつなんだけどね。はい。ということで、まあ、ぐだぐだ話しましたけど、僕はね、これ布のやつ、カバーつけて、ちょっと使ってみたいなと思ってますね。まあ、どっちかというとね、僕は 3.5 ミリでミックスアンプに挿したりとか、あと AG06 でね配信したりしてるんで、多分メインとして使うとしたらこの 3.5 ミリのこっちの方なんだけどね。このイヤーパッドさえどうにか改善できたらね、ちょっとヘビーユーズしたいなーとも思ってます。で、最後にね、ちょっとまとめていくと、正直ね、これはね、おすすめできるけど、スポンジに慣れてる人、もしくはそんなにね、痒くならない人ですね。皮膚が弱い人とか、ちょっとやめといた方がいいかもしれません。で、まあ、それ以外の機能は全部ね、全く問題ないし、おすすめできるものだと思います。ゲームでも使えるし、もちろん仕事としてもかなりおすすめできると思います。さっきね、言ってたこのね、この機能ね、多分分かりました。これつけてね、ゲームのレイド行ったんですけど、まあ、レイドって前は長い、すごい難しいミッションみたいなの6人ぐらいでやったんですけど、感じたことが、休憩中にこうやって置くんだよ、俺、こう。こうやってネックに置くことで、このマイク部分が服に触れないんですよね。もしこうだったら、こう、絶対触れちゃうんだよ、何かに。コールセンターとかの人とこうやって多分かけて、同僚が来た時にこう、耳にかけて喋って、で、またこうやってお客様と喋ったりするんだろうな。だから、こういう風に、上向きにね、開くのかなっていうのをちょっと感じました。本当かどうかわかんないですけど。ちなみにこのね、ヘッドセットのこの、ブームマイクのとこね、両方ともいけますんで、まあ、例えば右につけたい人とかでもね、使えると思います。まあ、その場合多分左右逆になっちゃうんだけど。ということで今回はね、かなりね、異質なレビューになったんですけども、まあ、ゲーミングでも何でもない、商品ですけどもね、イポスゼンハイザーさんの PC8.2 USB と PC5.2 チャット、この2つの、開封レビューをしていきました。ぜひ皆さんね、マイク音のテストの感想とか、もしくはね、こういった軽いね、軽量の在宅ワーカーおすすめの、ね、ヘッドセットとかありましたら、ぜひね、コメント欄で教えてください。はい、それではご視聴大変ありがとうございました。もし今回の動画少しでも楽しめた方、よかったら高評価とチャンネル登録、そして、ベルマークのクリックもよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたしますと。はい、それではご視聴大変ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。